セオドラティス・エラザス・ケザニアスはギリシャの王族、ゲオルギオス一世の孫娘の一人、ギリシャ王女及びデンマーク王女、ドイツのバーデンヘン卿伯ベルトルトと結婚した。セオドラはゲオルギオス一世の4男アンドレアス王子とその妻アリス・オブ・バッテンバーグの次女、第2子としてギリシャのコルフ島で生まれた。母方の祖父はイギリスに帰化したドイツ貴族である初代、ミルフォード=ヘイブン公爵、ルイス・アレグザンダー・マウントバッテンである。弟のフィリッポスは、イギリス女王エリザベス2世と結婚して、エディンバラ公を名乗っている。三人の姉妹、マルガリタ、セシリア、ソフィアは、セオドラと同様に、ドイツの王侯貴族に嫁いだ。1931年8月17日、セオドラは、バーデンヘン卿伯ベルトルトと結婚した。ベルトルトは、最後のドイツ帝国宰相で、バーデン大公家課長のマクシミリアン・フォン・バーデンの長男であった。ヘン卿伯夫妻は3人の子女を設けた。1969年、西ドイツのビューリンゲンで亡くなった。ありがとうございます。